どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。おいみんな、また豪天にやべえやつ来たぞ。一人、みんな大好き豪天編成あるじゃないですか。豪天ってマジでその強いキャラ多いんだけど、そこにまたやばいの一匹来ましたね。今日使うのはこちらヘラですね。バインドスキビオン封印10強3つ無効感に、まあ、今回豪天武器つけてこれ10強つけてるんだけど、スキブ5、10強4つ無効感浮遊っていう、もなんかね、昔ゼータガンダムがぶっ壊れって言われてたじゃないですか。まあ、攻撃力の差あるものの、もうそれと同等の覚醒普通に持ってるんですよね。で、三属性闇で火力出せて、まあ、64億くらいの火力が出せますと。さらにそれに加えてスキルがですね、1ターンの間サブの上限値70億、悪魔タイプの攻撃2倍、敵の残り HP が 30% 減少です。おい、もうついに来たなこれ完全に。これ何がやばいかっていうとさ、豪天ってリダフレは常に80億解放がずっと発動してるから、リダフレって一生火力出るんだけど、もうついにはこのスキルでサブすら火力出せるっていうね、とんでもないスキルになってます。もう今日はこのヘラをね、豪天サブにぶち込んでグラビティでボスワンパン破壊していこうと思います。編成こんな感じです。はい、リーダー豪天です。マシンキラー2つ、神キラー2つにゼノシルバー武器継承で、ヘラです。毒目覚めに悪魔キラーに豪天武器継承です。からのソニアです。アシスト無効に操作負荷耐性つけてあげて、こちら飛空艇ハイウィンド継承です。はい、でロベリールです。回復強化4突に、こちら、ネズコ武器継承です。からのこちら、ウィスキールです。インの加護上限解放マシンキラーにワルリン武器継承で、ラストフレンド豪天です。マシンキラー2つ、神キラー2つにガンビット継承となっております。という感じの編成ですね。もう今日は実際にこちらの豪天武器使って、ボスワンパンで破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。ワルリン使います。はい、でロベリール使いましょう。で飛空艇撃ちます。はい、でウィスキール使います。で豪天使いましょう。で豪天使いましょう。でまあこれでしっかりと、ワンパンしていきます。はい、15コンボ組みましょう。さあこれでしっかり突破していきます。でまあ続きまして2階層です。2階層はウィスキールからの豪天使って全体列突破していきます。はい、まあ、ウィスキール使いましょう。もうこれで盤面ね、全リフレッシュしてあげてからの豪天打ってぶん殴っていきます。てかもうそもそも極悪やるの久々すぎて、もうダンジョン覚えてないんだけど、マジでこれほんとパズルあるあるね。新ダンジョン実装されるたびにダンジョンの情報忘れるんだよな、普通に。もうここ何にも覚えてない。もうこのダンジョンがどんなダンジョンか知らないもん俺、普通に。はい、これでワンパン、ナイスよー、ナイスよー。さあ続きまして3階層です。3階層はまあロベリール使ってもいいし、使わなくてもいい。てかリダフレジャッカーやめてもらっていい？迷惑だから。リダフレジャッカーはね、クソです。リダフレジャッカーされたら火力出ないもん。泣きながら適当にね、平積みしていきます。はい、地獄でしょう。ウィスキールはバインドクラウワー、豪天はジャッカーエンハンスクラウワーで、え？は？何こいつ、え？キモ豪天。豪天ってクソキモいんだね、普通に。え？ジャッカーエンハンスありで火力出るのは何？今闇コンボ強化めっちゃ乗ったからってことか、普通に。キモ。いや普通にキモ。ジャッカエンハンスありで今の火力はマジキモくね。あ、ワルリンエンハンス、え？ってことか。すごいですね本当に。火力出すぎだろ普通に。怖えよ。こんなんでよくね。これで全力殴りしていきましょう。5点5点のこのダブル火力でまずはしっかり半分まで削り、余裕だね。キラーも乗るしな、強い。ほんでそしたらここはしっかり2パンでパズル教室していきます。泣きながらパズル教室よし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 。そしたらここはパズル教室していきます。はい、
マジね、極悪はね、結構ね、ゴーテンが特化すぎる男女なんでね、本当にゴーテンが最強だと思うので、さすがについて、ゴーテンのやばいところさ、新男女の新百式あるじゃん。あれを結構簡単に破壊できちゃったところが一番やばいと思うわ、普通に。新百式破壊できるのは違うよね。で、これ、ウィスキールで爆弾解除ね。からのルレ生成ね。そして闇エル2個組んで殴っていこうか。あ、で、ロベリールかヘラ使います。ロベリールにしよう、もちろん。ヘラはまだでしょ。ヘラ、無駄打ちしてる場合じゃないから。ヘラ、今回の主役だから、この動画の。えい、これで闇エル2セット組んでいきます。でもアシスト無効回復完封してあげて、これで倒していきましょう。ワンパンです。ナイス。さあ続きまして、6階層です。山竹が来る可能性があるのよ。来ないんかい。ここはソニア使ってぶん殴っていきます。はい。そしたらソニア使って覚醒無効回復。ゴーテン使って殴っていきましょう。まだ温存ね。じゃあ。まあ、ヘラはやっぱり一番のメインはボス階層なんで、まあ、道中は普通に火力枠で使おう。まあ、普通に21億、10億、3億。まあ、今ちょっと若干エンハンス食らってたか。まあ、若干食らってなかったら普通に種属性、副属性、乾燥の3属性目も結構火力出せるので、そもそも火力として使えます。普通にね。そう、しかもキラーも乗るし。赤間キラー強いし。で、ここは豪天使おう。これで。で、まあ16項も組んであげて殴っていきます。 OK。 そしたらこのまま豪天使ってあげて、間違えた、ごめん、豪天は使わない。ロベリールがあればロベリール使って、あと豪、フレンド側のガンビット武器使ってあげて倒していきます。これでいいや。このまましっかりとワンパンしていきましょう。12コンボです。さあこれでしっかり2パンしていきます。突破でリーダーのミケ使いましょう。4ターンチェーン発動していきます。これが偉いのよね。4ターンチェーンがめっちゃ強いであればソニアも使いましょう。ミケ使ってあげて 1C3 回組んでから倒していきます。はい、 1C1C1C。 そしたら豪天使ってあげて、もうあと倒していくだけです。はい、でこれで闇の53組んであげて突破していきましょう。13コンボ14コンボです。さあこれで倒していきます。突破。さあ続きまして9階層です。ここは豪天使いましょう。あ、まあ、ウィスキール先打ってから豪天使います。はい、これで無効管組んであげて、まずは半分まで削っていきましょう。で 1C3 回組んでからウィスキーで打って突破していきましょう。はい、普通にこれで超クライミあるんで 1C3 回組みます。はい、これで OK ですね。 1C もう1回組んであげてウィスキール使いましょう。ウィスキールでこの弱化全解除していきます。キュイーン。で豪天打ちましょう。これで無効管含みながら13コンボ組んであげて2パンしていきます。さあこのまま倒していきましょう。突破です。はい、では続きまして10階層です。まあというかヘラを普通に変遷に入れれちゃう時点で豪天がやばいの、ね、枠余りすぎなんだよな、マジで。
で、ここは1ターン耐久します。はい。ディラフレジャッカクラウンで1ターン待ち。OK。1ターン待ってあげてから、あとは、ロベリール使ってぶん殴っていきましょう。はい。ロベリール使います。で、神キラー乗ってるんで、若干エンハンスがある状態でも倒しきれます。はい、これで闇の 4C なんか組んだら十分でしょ。まあ、無効感も強かったりするんだけど、実はまあまあ平積みでも別に闇コモ強化乗りまくるしね。これリダフレのカレクターもすごいよマジで。さすが好転。てかサブ全完走じゃん。ヘラもウィスキールも、ヘラとウィスキールも強えな。ほんで2人とも、この2人も強い。で、ここは正方形が列含む盤面7以上組んでいきます。はい、ちょっと盤面悪いんで列にしようかな。これで闇列含む7組みましょう。で、全力でワンパンしていきます。はい、突破。さあ、続きまして12階層です。ここはワンパンしていきましょう。ソニア使っちゃいます。これはソニア使っちゃった方が強いんで、結局。で、もうこれでジャッカドロップも全消ししてあげて、うわ、無駄な3列無駄に絶対に強い3列もう。でもこんな火力いらないんだよね、これ。そう、絶対全関数なんだけど、マジで無駄火力。ソニアがだって13億出てるんだもん。浮遊7強4つのソニアが13億出てるのがおかしいもんね。バグ。で、ここは一旦まず1ターン耐久します。はい。これで1ターン耐久しましょう。で、半分まで削ります。はい。で、半分時500パーレアもしっかり耐久してあげて、ロベリール使って76拡張からの5点使って倒していきます。はい。これで無効貫通突破していきましょう。これで無効貫と回復音消し組んであげて12コンボ組んでいきます。もうこのまま破壊していくだけです。無効貫通火力でしっかり突破していきましょう。さあ、続きまして14階層です。14階層は超根性まで削っていきます。よいしょ。まあ、こんなんでよくね。闇にコンボ倒せるでしょ、普通に。豪天なら。あんま知らんけど、多分豪天だから倒せんだよな。なんか、無駄に全力から組むだけ多分無駄、時間の。そう、豪天って強いからね。なんか、久々に豪天使うから、どんぐらいの火力感かちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず強いことだけはわかる。本当にそれだけは。ちょ、ルーレットキモくない？はいはいはい、頑張れば見えるね、これ。そういうことよね。はい、簡単。これで闇エル2セット含みながらアシスト無効完全回復で削る、完璧。1コンボで盤面整理。これはどう見ても1コンボ。いや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 、ちょっと勘弁してくださいよ。何の落ち込んなんですかこれ。倒さないでくださいね。おい、これ大丈夫？ウィスキーで使って倒したかったんだけどな。まあ仕方ないか。どうしようね。まあ、ウィスキー温存チャレンジしますか。じゃあそれが一番いい解決方法ではある。まあとりあえずシールド3枚割りましょう。まずは一発豪天殴りします。さっきの落ち込はね、まあ、事故、ちょっと正直仕方ない。次ソニア使います。
覚醒、あ、消せない回復からのソニア撃ってあげることによって二色人生成で、まあ、ちゃんと油断せずね、これで闇にコンボ組みます。でそしたらここも豪天使って殴っていきましょう。いいね、余裕やん。うい、これで回復4ゲージからの闇にセット組んであげてシールド3枚目も割りましょう。さあ皆さん、お待たせいたしました。ここからが本編になります。ここまで全部おまけ、ここから本編、ということでここでね、試練進化したヘラの力見せていこうと思います。まずはロベリールで76マス拡張で、ウィスキールでルーレット生成からのドロリフ、そして豪天を発動からのヘラのスキルでサブの上限解放70億、悪魔タイプの攻撃2倍、 30% グラビティを発動していきます。さあいくよ、これでツトーンツトーンツトーン、300億削りつつエンハンスとサブの上限解放も発動と。そしたらあとは無効貫通で破壊するだけ。お、世界最強の火力出すわ。いきます。意味もなく全力で削る、マジで。これはもうそういう気分今日は。ちょ、これで無効貫ミスったとかってオチは嫌だからこれでいいわ。いきます。はい、無効貫通含む闇の5セット火力です。もうこれでヘラとウィスキールも終わらせてくれるはず。770億火力ということで、今回は一撃1070億の火力で豪天を破壊、あ、間違えた、豪天破壊しちゃダメだ、極レグスを破壊する動画でした。いかがでしょうか。まあ、試練ヘラはね、こういう最大瞬間火力化け物みたいに出すことができてすごい面白い性能してるので、豪天持ってる人はね必ず作っていただければなと思います。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。